6日後、一枚の写真が沖縄の新聞に載った。焼け落ちた首里城に向かって手を合わせる男。彼は一体誰なのか。何を祈っていたのか。海外のうちなんちもこの思いを寄せてすぐ動いてくれているっていうことに私自身も驚きました。その男の名前はエリック・ワダ。沖縄から何千キロも離れた海の向こうからやってきた男だった。無残にも焼け落ちた琉球王国の象徴。人々が皆うなだれていたその時、彼は何を思って首里城に向かって祈っていたのか。番組の軸となるのはハワイに暮らす沖縄県警人たち。100年以上前、貧困にあえいでいた沖縄では多くの県民が出稼ぎでハワイへ渡り根を下ろしていったことで、今では4万5000人の県警人が暮らしています。ハワイの地で自らのルーツ、沖縄の文化継承に努めているのが、首里城に祈りを捧げていたエリック・ワダさんです。親戚か近い人が亡くなったかなみたいな気持ち、なんで私たちいるときこんなあるのと思った。エリックさんは20年以上前に三線や歌の得意な県警人を集め、琉球芸能グループ宇寒神歌舞団を結成。海の向こうのハワイから全てのウチナンチュに向け、独自の文化や言葉があることの素晴らしさを発信し続けてきました。しかし、その思いとは裏腹に徐々に風化されつつある沖縄の言葉や文化。そんな中、首里城を失い涙し再建に立ち上がる県民を見て、エリックさんはこんなことを確信したといいます。ただ建物だけじゃなくて、沖縄の文化、言葉、歴史とか色も作り直しになるかなと思ってた。そのエリックさんと共に活動する県警4世のブランドン・イングさん。ウチナー口を使ったオリジナルソングを制作するミュージシャンです。言葉は文化の魂とよく言われます。ウチナー口忘れたら琉球という国も、またウェアファーフジのことも忘れてしまう。で、それは絶対、ね、忘れたくないから、うん、幼い頃から祖父が奏でる三線と沖縄民謡を聴いて育ったというブランドンさん。26歳の時に琉球音楽を本格的に学びたいと沖縄県立芸術大学に留学しました。当時はキャンパスから毎日のように眺めていた首里城。火災の速報を SNS で知り、衝撃が走ったといいます。すごい悲しかったね。まるで私たちのアイデンティティの部分が燃えてしまったという気持ちでした。ブランドンさんは現在新たな曲の制作に取り組んでいます。ノートを開くと、そこには首里城再建に歩み始めた沖縄へのエールが綴られていました。スイブスクやワシタソウ魂でいくと、スイブスクは私たちの魂、一番怖いのは自分のアイデンティティをなくす。だから
形がなくても、ね、また強くしないといけないよね。ブランドンさんが前を向くことができたのは、あるステージを思い出したことがきっかけでした。それは火災の1ヶ月前にハワイで開かれた沖縄フェスティバル。本物の首里城が燃えてしまったんだけど、まあ、例えば沖縄フェスティバルのバックドロップでも写真でもビデオでも私たちの心の中でも、まあ、首里城まだまだ立ってるんじゃないかなと。私たちの心の中に刻まれている首里城、その姿が再び沖縄に戻ることを信じて、海の向こうのウチナーンチュも思いは一つです。